ではまずカーリングの基本的な考え方としては、これがハンマーマークで後攻ですよ、最後に投げますよっていうマークなんですけれども、後攻の時に複数点取る、この場合だと2点取って今度点数を取るとカーリングは次不利な先攻に変わるので、先攻の時に相手に1点をあげるという考え方を取ります。なので2点を取って1点あげる、2点を取って1点あげるっていう展開を繰り返していくと、必然的にポイントがたくさん取れるので、赤チームが最終的には勝ちますよというのが基本的な考えではあります。ただしゲームの流れとして10エンドやるとなっていくと、最終エンドの10エンドには後攻を持ってしっかりと勝ち切りたいという考え方があるので、例えばその前の前ですね、この偶数エンド8エンド目にしっかり後攻を取って、9エンド目先攻なんですが、そこで最小得点である相手に1点を挙げて10エンド目に後攻を持つという流れでいくと、しっかり最後に得点をしつつ有利な後攻を持ってゲームを終えるというのが理想的です。後攻1エンド目で2点取るっていうのを繰り返していくと、実は奇数のエンドに後攻になってしまう形になってしまうので、じゃあそこで何を考えるのかというと、例えばここで1点をもちろん上げたいんですが、展開的に可能であればスチール1点を取る、例えばですね、するとここで相手に1点を上げつつ、また8エンド目の後攻で2点を取る、この形でいくとしっかりと10エンド目に後攻を取って勝ち切るっていうことが可能になります。ただこれはあくまでも理想なわけで、この展開になるとは限らないので、この8エンド目あたりで1点差2点差ぐらいの形で10エンドを迎えるという考え方でいくと、この先攻と後攻の点数をどういうふうにシーソーゲームで点差を縮めつつ10エンド目に後攻を持てるかっていうことが可能になってきます。最後投げれるっていうことは、やはり形を最後に変えれるということがあるので、有利な展開に持っていきやすい。高校としてはですね、割と石がたくさんこんな風に入っていたとしても、最後真ん中が空いていれば高校としては概要にも点数を取れるという形が作りやすいです。なので高校の形としては真ん中を空けていくような展開、ただ先攻としては高校の最後のショットをいかに投げさせないようにするかというふうな考えになるので、先攻側は真ん中の方に石を集めつつ、最後高校は投げにくい状態を作っていくというのが基本的な考え方としてはあります。なので石が何もないと高校は点数を取ることが優位になります。ただこんな場合も1点だけ取ってしまうと、1点しか取ってないのに次先攻になってしまうので、なのでできる限り高校の時は複数点を取る形を作って、次のエンドに相手に最小得点の1点を挙げるという考え方に持っていきたいというのが基本です。ゲームのプランとしては、1エンド目から10エンド目の流れをどういうふうにコントロールしていくか、さらにエンドのプラン、各エンドの8投8投でどういうふうな展開に持っていくか、このエンドの中でもどういうふうに2点を取るか、どういうふうに1点を取らせるかっていうのが考えていかなければいけないことになっていくので、この2つですね、ゲームプランとエンドプランをしっかりコントロールしていくことがカーリングの勝利の基本になります。